お疲れです。お疲れ様です、レッドさん。久しぶりですね。久しぶりです。今日買ってきたんですか、また。そう、買ってきた。オリパ。石岡のワンダーグーのオリパ。うん。シャドウミストが表紙にいたから買っちゃった。へー、すげーのかすごくねーのか俺にはわからねえ。シングルで380円って言ってたから、うん。まあ、これ500円なら、アドになんじゃねえのみたいな。なるほどね。300いくらだ。380円。あと120円分じゃ、うん、なんか出れば後ろに入ってるんだ。ただめっちゃ汚いんだよね。汚いカード。これ好きだからよ。で早速裏のカードは絶対俺使わないと思う。これなんだろう。円王。うん。まあ開けてみます。開けてってくれよ。ね、破けてた。どうなってる。これだけ、天王だけやるか。天王ね。天王だけ。で、まさかね。あたりね、これあたり枠。あたり枠。はい。ヒートン。渋いね。渋いね。これ120円の価値あるんですか、本当に。なんかね。何か出てくれれば。はい。エレクトリックスアーチャー。エレクトリックス。え、マジ渋くない？幻想ね、幻想、うん、ライン色、ガガガ渋いのやばいぞ、これは。渋いぞ、レオイザード当たりだね。当たりなの？当たりか。マーティーよ、マッキョさ、同じカードさ、こんな入れられても困るんだよな。ね、まだモリンフェンだった方が嬉しいぞ。モリンフェンだったら大当たりだね。やばいね。やばいな、やばいな。あ、強欲な壺じゃないそれ。違うしね。なんかノーマル来たよ。あ、科学特殊兵だ。こいた。なんで、なんでバニラが当たりなんだよ。なんこれも渋い。ちょっとそれ渋いな、ガーゴイルの道化師。それなんすか、召喚判定書が特殊召喚された時、対象の表側モンスター1体の処理表示形式を変更する。遠征オイルメンね。やば、渋いぞ。渋いね、実にオタク。渋いね、サジンのオタク。エイリアン、これ俺編集しなきゃいけねえのか。これはショートじゃねえか。マジか。いや、知らねえ。知らん。うわ、渋いな、本当に。あ、ライチンか、ライチンか。うん。うん、強めも強めね。え、やばいね、全然ない。あ、エレメントなんですね。いや、これは渋いぞ。あ、でもこのカードは俺初めて見たね。上司に入れたい。これはなんだ、200の女王のサポートカードだそうです。はい、藤井殿。はい。光の中で、ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。マジ表紙だけか、これ。なんか入ってて欲しかったけどね。うん。ルフィアリー。いや、石岡のワンダーグーは、オリパこんな感じだけど、ストレージは結構見応えあったんだよね。そうね。あ、これなんかあれだよね、海外で映画変わったって、ね、あ、そうなの、海外のアニメキャラに似てんだって、これが。あ、そうなんだ。だからって言って、やばいぜ。やばいね。ゴブトツ。ゴブトツ、ちょっと顔が迷ってたもんね。ゴブトツ、よかったね。ゴブトツ出たよ、ワイト夫人。アンデッドサムーン、うん、あ、ハーフの星3枚揃ったね。そうで、あ、支援じゃん、支援。俺の6部デッキに入れようぜ、それ。入れる？支援6部デッキに入れようぜ、うん、強いよ、トラップの効果受けないから。マジで渋いぞ。最後になんか来ないかな。渋いぞ。あ、寄生虫パラサイド、クソカード。あ、ホトンリード買わなきゃよかったな、俺。今日買っちゃったじゃんか。マシンナーズ。終わっちゃうんすけど。ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。もう収録200なんですけど。同じやつじゃん、それ。はい。シャドウミストを500円で買いました、俺は。
380円で買っといたらよかったのに。はい、渋いです。あ、でもゴブト入ってたからね。ゴブト入ってたわ。ゴブト入ってたから、そうね。380円で買っとけばよかった。きっと380円のがね、傷とかもなかったんだぜ、うん、あ、でもこれもそんなに綺麗じゃん、うん、綺麗ね、綺麗じゃんね、うん。じゃあこのヒーローでね、4月の新規に備えますよ。はい。あれボックス予約したんでしたっけ？した。じゃあボックス開封の時はいいの出るといいですね。そうだね。ええー。うん。僕が編集に困らないような開封をしてもらえると嬉しいんですけどね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。